下関駅。下関駅は、山口県下関市、竹崎町4丁目にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、九州旅客鉄道、JR 九州、日本貨物鉄道、JR 貨物山陽本線の駅である。旅客駅の施設そのものは、JR 西日本が管理しており、構内に JR 貨物のヤードが存在する。 事務官コードは80万658。本州の最西端、下関市の中心駅であり、本州の瀬戸内海側を走る山陽本線、日本海沿岸を走る山陰本線、そして関門トンネルを通り、九州へと渡る列車のジャンクションとして機能してい。構内には、JR 西日本下関総合車両所、運用研修センターがある。 1987年の国鉄分割民営会合、当駅は JR 西日本と JR 九州の境界駅となった。路線としては当駅は山陽本線の中間駅であるが、当駅より本州側の神戸駅までが JR 西日本、九州側の当駅文字駅間の一駅間が JR 九州の管轄となった。両社の会社協会は、 関門トンネルの下の側が口付近にあり、駅構内は JR 西日本の所属になる。JR 九州では当駅に JA53 の駅番号を設定している。山陽本線は両方面とも JR 貨物が第二種鉄道事業者として貨物営業を行っており、当駅構内に貨物施設も設けられている。また、 JR 西日本に所属する山陰本線の終点は一駅隣の旗西駅を終点としているが、同駅を通る全列車が山陽本線経由で当駅に乗り入れている。以前は日林、磯風、等の特急列車、多数の東京、大阪九州間のブルートレインが発着していたが、2009年3月14日、当駅基準の下り、富士、 早草を最後に当駅発の定期優等列車は廃止となった。2017年平成29年6月17日に運行を開始した団体専用列車トワイライトエクスプレスズイフにおいて一泊二日コースの発着駅となった。普通列車に関しては JR 九州の列車は本州側の直流電化と 九州側の交流電化の両方に対応した415、軽電車で運転されており、文字駅を経由して、鹿児島本線小倉駅まで直通する運転が大半。締め、一部の列車は、小倉駅経由で、日豊本線行く橋、宇佐方面や鹿児島本線博多方面へ乗り入れる。かつてはこれらの、各路線に直通する普通列車が、本州側の新山口駅9、旧、 小ご駅から運行れ、一部は、宇部線経由列車も存在していた。また、山陰本線の軌動車列車が、関門トンネルに入る運用もあったが、2005年10月のダイヤ改正で普通列車はすべてあたり駅で、系統分割された。そして前述のブルートレインの廃止により、山陽本線も含めて、当駅以降を直通運行する定期旅客列車は設定されていない。 2009年3月までは当駅から九州側への列車の半数以上が日報本線に直通していたが2009年3月のダイヤ改正により日中の日報本線の列車は小倉駅始発が基本となり当駅からの九州方面の列車は当駅小倉駅間の折り返し運転が基本となった2017年4月現在長距離列車として 下関駅発大分駅にの列車が設定されている。2018年3月17日の JR 九州のダイヤ改定では東駅文字駅間の普通列車の運行本数、平日が全体の1割を超える1日あたり13本減便され112本となった。JR 西日本の直営駅であり、山陽本線の朝駅東駅間と山陰本線の 小串駅両ら牧駅間を管轄する下関地域鉄道部の最寄り駅でもある。下関駅構内の運行管理は当駅で行っている運転取扱い駅である。ホーム、駅舎の管理及び駅業務は JR 西日本が担当するが JR 九州との境界駅であるため JR 九州の収札システム変更の影響を受けている、口実。 2009年から2013年にかけて、駅構内及び、駅周辺の大幅な改修工事が順次進められた、詳細工術。山陽新幹線は当駅を経由していないが、新幹線の停車駅である新下関駅とは、山陽本線で9分、小倉駅とは、山陽本線、鹿児島本線を用いて15分程度で連絡している。当駅でも新下関駅、 小倉駅の新幹線時刻表が掲示されているが、全般的には全列車が停車する小倉駅への利用者が多い、遠回りとなる上り列車でも、特に広島、岡山、新大阪方面はその方が速達性に優れているため、小倉駅から新幹線を利用する北九州市内発着の長距離切符や特別企画乗車券なども当駅で販売されている。この場合、 文字までの乗車券大人220円が別途必要。当駅にその旨の掲示がある。なお当駅の窓口は JR 西日本管轄であるため、2枚切符、4枚切符などの JR 九州独自の特別企画乗車券は発売さていないが、当駅より利用することは可能である。公開駅で島式三面六線のホームを持つ。かつて長大編成の優等列車が多く、 発着していたためホームは長く、タイル張りの洗面所やレール作りの長い屋根、テルハの痕跡が前世紀を忍ばせる。ホームからの階段は北端のみにある。各ホームからの階段から繋がる中2階レベルに、改札口。改札前が、駅前人工地盤に直結された、東西自由通路を兼ねたコンコースで、改札前の階段、エスカレーターをさらに降りた1階にも、 東西自由通路があり、地上出口は西口、東口、北口の計3箇所にある。中2階からホームへの階段はすべてエスカレーターが併設されており、3、4番ホームから中2階間は下り限定運用。それ以外は基本的に上り限定運用。エレベーターが全ホームの新下物席駅側に設置されている。改札口はもともと1階にあり、 中2階が改札内コンコースとなっていたが、駅再開発に伴う駅車改良工事に合わせて2012年3月に元々の位置から西口寄りに移動後2013年5月に中2階レベルに移動している。東端の1番線が下り通過線、西端の10番線が上り通過線となっており、木回し線の2.5番線とともにホームがない。 したがってホームは3.4番乗り場、6.7番乗り場、8.9番乗り場となる。なお、3.4番乗り場はかつて本州から九州へ直通する列車が使用していたが、現在は基本的に3番乗り場は、山陰本線から4番乗り場は、山陽本線新山口方面からそれぞれ到着し、車庫、下関総合車両所に引き上げる列車のみが使用する。 校舎専用ホームとなっており、通常の乗降には、残りの2面4線が多く用いられる。駅舎改良工事により4.67.8番ホームの一部、4両分を、電車用にかさ上げする工事が進められた結果、山陽本線の上り列車は6番乗り場、一部7.8番乗り場、初、山陽本線の下り列車は7.8番乗り場発着。 機動車を使用する山位本線の列車は原則として9番乗り場発に集約された。トワイライトエクスプレス自風も3番乗り場機、9番乗り場発となる。なお、下関駅で折り返す観光列車の話に限り、上下とも6番乗り場文字型のかさ上げされていない、ホーム停車する。発車表は、改札口正面に、方向別のホーム階段上に、 ホーム別のものが掲げられている。発車表は、駅舎改良の際に、LED 式が用いられている。小倉方面と新山口、小串方面との乗り継ぎに配慮し、同一ホームでの乗り換えを原則とするダイヤとなっている、ことから、発車ホームは、一定していない、一部例外あり。なお、2011年3月までの発車表は1回、改札工場。 ホーム階段上に2列車表示タイプの幕式が設置され、中2階部分には改札工場の発車表をカメラで写し、列車の発着時刻が確認しやすいように表示するプラズマディスプレイが設置されていた。2011年3月にホーム上の発車表が LED 式に変更された際に、中2階の発車表がカメラ表示から、 コンピュータ画面表示に切り替えられた後、2013年の改札口移設の際に、中2階の発車表も LED 式に変更された。改札内のトイレは、1 2階、8.9番乗り場イケースカレータ横、3.4番乗り場文字駅側、8.9番乗り場、新下野関駅側に、改札外のトイレは、北口の脇にある。2019年3月改正で、 接近メロディが、米子支社と同じタイプのものに変更されている。歴史説にもあるように、1942年、昭和17年の関門トンネル開通に伴い駅東口に建てられた駅舎は青い三角屋根が特徴となっていた。市民や旅行者から愛着を持たれていたが、2006年、平成18年1月に発生した下関駅放火事件により消失。 古い建造物のため、幾度となく、補修等が施されていた。主要駅の木造建築による三角屋根としては、消失時点で最古のものだったと言われている。新駅舎でも、正面デザインはガラスを使った三角屋根風となっている。新霊は、明治時代後期に駅で列車の発車の際に使われていた大型の鈴である。 下関駅の心霊は1901年の開業から代々引き継がれており、手ぶりの心霊が現存するのは当駅だけとなっていた。戦術通り、放火で当駅者が焼損し、心霊も行方不明となっていたが、3日後の1月10日に、瓦礫の下から発見された。木製の箱やとっては、焼失、金属製の部分は、すすで黒焦げになっていたものの、音色はそのまま残されていた。 焼けた部分は三角屋根の焼け残った柱の一部を切り出して加工、修復し事件の資料として保管されている。2011年6月1日には電化50周年記念列車発車の際に駅長により鳴らされた。2015年3月、駅のリニューアル1周年に合わせレプリカが東西連絡通路に設置された。2003年12月1日に 自動改札機を初導入。すでに自動改札機が普及していた JR 九州線、小倉方面の乗客を想定したものである。2011年3月5日より、JR 九州線、小倉方面に限り守護課エリアに含まれる。守護課、チャージ機が改札内に存在する一方、JR 西日本、愛子課事業者が旅客駅業務全般を行っていることや、 下関駅周辺の JR 西日本エリア、山陽本線、南岩国駅伊勢、山陰本線、出雲市駅伊勢、宇部線、小野田線などが、愛子化を導入していない関係で、出殺口、券売機での守護化愛子化取扱いは行わない、生産窓口で、不足額の現金処理のみ対応する。愛古家エリアにおいて、IC カードの履歴を印字した場合、当駅上下車に限り、 事業者名ではなく駅名が印字される。JR 西日本系列の店舗、自動販売機、セブンイレブンハートイン、自動販売機及び用目マートでは、イコカ電子マネーを導入している。JR 貨物下関駅は、旅客駅の南側、下関港付近の下関市東山都町2丁目、7の7に位置する。下関総合車両所運用研修センターの本線を挟んで、 向かい側、本線の東側にある。取扱貨物駅構造。かつては、下関駅弁あたり株式会社が、駅弁の製造、販売を手掛けていた。同社は2010年、平成22年7月に、徳山駅弁等と共に、小郡駅弁等と合併し、消滅した。過去に、小郡駅弁等が販売していた、主な駅弁は、下記の通りである。 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りで山口県の駅では最も乗車人員が多い山口県の統計による2017年の年間利用客数は378万9013人ただし2017年度の1日の平均運輸取扱収入では JR 西日本管内の駅で上位50番目までに入っておらず新幹線停車駅で 上位50駅に含まれる新山口駅17位、徳山駅21位、新下関駅44位より少ない。下関駅北側を南北に高架で通過する山陽本線と直行する形で国道9号が通過しており、高下したそばの下関駅西口交差点が国道9号の終点となる。道路は北西方向と南方向に分岐し、 北西方向が国道191号、下関駅西口が起点、南方向が彦島に向かう山口県道250号、南風白光線、下関駅西口が終点となっている。竹崎町、細江町をはじめとする下関駅周辺は西部地区とも呼ばれ、からと東部地区ともに下関市の中心市街地を構成する。ただし、 中心業務地区と呼ぶべき区域は、国道沿線、特に国道9号沿線に限定され、駅北側には、丘陵地上に昔からの住宅地や低層商業地が混在し、南側には埋め立てにより造成されたエリアに、港湾関連施設、下関港、下関漁港などが広がる。1889年の赤間ヶ関市発足時、当時の中心市街地は、 カ戸周辺に限定され、現在の駅周辺は純粋な港町であった。馬鹿駅開業、1901年、駅舎現在地移転、1942年により、中心市街地は西拡大市、駅舎の東側に山口銀行本店が移転したこと、1965年で、駅周辺の経済的な拠点性は高まった。 下関駅の西側には下関漁港があり、捕鯨基地として栄えたが、商業捕鯨の縮小、停止及び、遠洋漁業の衰退に伴って、下関漁港の盛況も影を潜めた。加えて、駅西側にあった下関大丸が、シーモール下関1977年の各店舗の一つとして、駅東側に転したため、多くの人で賑わった。 駅西側はすっかり錆びれることとなった。シーモールは下関市の内外から多くの客を集めたものの、人の流れは駅とシーモールの狭い範囲に限定したものあったため、結果的に駅東側周辺にあるグリーンモールやブ前店といった商店街の客をも奪う形となり、これら商店街の衰退をもたらした。近年、国鉄生産事業団の所有していた細江地区、 貨物宿跡地の再開発が進み、山口県国際総合センター、海峡メッセ下関オープン、1996年を皮切りに、大型店舗等が進出した。下関駅周辺から、からと、海峡館など段の裏までの区間が、観光周遊コースとなっている。本社、本店金融機関の支店他の企業、文京公共施設観光所、 郵便局主な宿泊施設主なその他の施設。下野関駅の東側には人工地盤が設けられている。下野関駅は高架駅であり、1階に改札口、駅舎玄関があるため、駅を下車した利用客が人工地盤を利用する場合、ホームから改札口まで降りた後、再び人工地盤に上がって移動することになる。1994年の完成当初、そうした 構造上の難点に加え、人工地盤に直接接続する建物がないため、従来から、ある地下歩道を利用し続ける人が多く、人工地盤は換算とした状況であった。後、細江地区再開発事業の進行とともに、人工地盤が延伸されたり、接続口、昇降階段、エスカレーター等が増設されるにつれ、ある程度利便性が高まった。現在では、 シーモールや下関港国際ターミナルなど、駅周辺施設に直接接続するほか、シーモール経由で下関市民会館に行くことも可能となっている。下関駅周辺の再開発事業では、新駅ビルに人工地盤が直結する構造となっている。詳しくは、再開発事業。なお、かつては人工地盤に対じするところにデジタル時計と、下関市が設置。 管理があった。しかし、故障のため時計、天気予報が表示されなくなり、予算上の問題から修理されることなくしばらくの間、放置された。やがて、時計盤の部分が撤去され、歓迎等、2006年、平成18年完成、4カ国語で、ようこそ下関へと書かれている、に生まれ変わり、現在に至っている。東口駅前広場には、 出札窓口と9本10面の乗り場を持つバスターミナルがある。市内に本社を置く3電交通の運行上の拠点となっており、市内循環系統と市内い彦島直通系統を除く本土の系統が下関駅始発終着となっている。駅前人工地盤設営とほぼ同時期に11カ所の乗り場が整備され、当時は下関駅終着便はバスターミナルに乗り入れず、 国道9号上の山口銀行本店前の売り場が終点となっていた再開発事業の進捗に合わせて2014年12月8日から変更。この時から高車便も駅前ターミナル内に乗り入れて開始され、現在の形となっている。なお、福岡駅高速便は東口ターミナルではなく下関駅南口交通ターミナル。 シーモール下関シネマコンプレックス棟1階の南 A 乗り場から発着する路線の詳細については三連交通の該当項目を参照のこと2006年1月の下関駅放火事件により消失した駅舎の再建を兼ねた事業として下関市が駅周辺の再開発事業下関駅にぎわいプロジェクトを2009年からの5年計画で実施している 国の社会資本整備総合交付金を活用するもので主な事業として以下の内容が盛り込まれている。以上のうち新駅ビルと東西連絡通路については2014年3月16日にオープンした。これと並行して JR 西日本も改札口移設、ホーム傘上げ、前述をはじめとする駅舎改良とともに 駅改札口正面の架下した1階再開発を行っており、2013年3月には下関駅名店街がリニューアルされ、従来の土産物店頭に代わって、泉の展開するスーパーマーケット、ヨーメマートがオープンした。広報資料、プレスリリースなど一時資料を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。